外観内部クレバ橋は、大分県宇佐市南宇佐の宇佐神宮西山道にある屋根付きの木造橋。日本百名橋の一つ、宇佐神宮の神域を隠すよりも側に架かる屋根付きで、朱塗りの優美な橋である。この橋が位置する西山道は、昭和初期までは表山道であり、朝廷より派遣された宇佐市と呼ばれる直市が通ったため直市街道とも呼ばれていた。 現在の橋は1622年に細川忠敏によって集築されたもので、1876年と1951年に大改修されている。上部は木造で、3基ある橋脚は石造。屋根は高等破風造りで、日和田吹きである。現在は渡ることはできず、10年に一度の直視祭の時にのみ使用される。2015年10月6日に、 臨時法閉剤が行われている。平時は1951年の改修の際に隣に架けられた鉄筋コンクリート橋を利用する。創建年代は不詳であるが、鎌倉時代より前に存在していたと言われる。中国の呉の人が架けたと伝えられ、これが橋の名の由来となっている。1301年には直主として宇佐神宮を訪れた和気圧重が、 影見れば月も南によりもがわくるるに橋を渡る、宮人という歌を読んでいることから、この頃にはすでに、暮れ橋があったことを確認できる。ありがとうございます。